カルケミシュ、カルケミシュ、カーセミシュ、古代、ギリシャ及び古代ローマでは、エウロプス・ユーロパスと呼ばれたは、古代オリエントの大国、ミタンニアヒッタイトの重要都市。現在は、トルコとシリアの国境線上に位置する。旧約聖書に書かれたバビロニアとエジプトの決戦の舞台でもある。考古学者、T.E. ロレンスが中東を調査していた1910年代、前半、この地は、 地元民から聖書内の都市ジェラブルス、ジャラブラスと結びつけられて、ジャラブロス、ジャラブローズ、ジャラブローズと呼ばれていた。これが崩れた地名がジェラブリス、ジェロビースである。現在、トルコシリア国境のすぐ南には、カラブルス、キャロブラスの町がある。国境のトルコ側には、カルカミス、カラカミスの町がある。カルケミシュは、ユーフラテス川西岸に位置する広大な遺跡群で、 トルコ南東部のガズイアンテプの南東6 0トル、シリア北部のアレッポの北東1 0 0トルにある。遺跡の主部は国境のトルコ側にある。トルコ軍はカルケミッシュのアクロポリスだった丘の上に基地を置き、立ち入りは禁止されている。市街地の遺跡の一部はシリア側にも広がる。古代、カルケミッシュはユーフラテス川を渡る最大の浅瀬がある場所だった。 こうした環境が、歴史的、戦略的にこの地を重要にしてきた。カルケミッシュでは新石器時代から生活が営まれてきた。紀元前3000年頃の陶器や、紀元前2300年頃の墳墓など、青銅器時代の遺物も発掘されている。シリア北部のエブラから発見された、紀元前3000年期の文書ではこの都市への言及がある。マリア・ララハから見つかった、 紀元前1800年頃に遡る文書によれば、当時、カルケミシュは、アプラハンダ、アプランダという名の王に統治され、材木交易の中心地であった。また、ウガリットやミタンに、アッシリア語で、ハニガルバトと,とも、外交関係を持っていた。古代エジプト第18王朝のファラオをととめす一世は、カルケミシュ付近に、シリア地方及び、ユーフラティスイエンの地を征服したことを祝う記念碑を、 立てている。アメンホテップ4世の知性の終わり頃、紀元前14世紀頃、ヒッタイトの大王シュッピルリウマ一世がカルケミシュを攻め落とし、ムスコピアシリがカルケミシュ王に封じられた。聖銅器時代末期、カルケミシュは、ヒッタイト帝国の中でも重要な都市の一つとなり、紀元前11世紀には繁栄の絶頂に達した。青銅器時代の終焉とともにヒッタイトは、 海の民の襲来を受けて滅たが、カルケミシュは復活し、鉄器時代の新筆体とネオヒッチて、近年は知り合いコール筆体と白ッチ手とも呼ばれるのとかつ、交易の重要な中心地となった。エジプトのラムセス三世は、メディネトハブの総裁殿においた、自身の知性の八年目の日付のある悲鳴で、海の民との戦いを記しているが、この中で、 海の民が滅ぼした都市にカルケミシュを含めていしかし、実際にはカルケミシュは海の民の猛攻の後にも生き延びたようである。クジテスプイ世、セイ、クジティセップアイはカルケミシュで権力を握ったことがわかっているが、彼の父タルミテスプ、タルミーティセップは筆体と最後の王シュッピルリューマ二世の同時大臣であった。クジテスプイッセイとその後継者たちは、 大王という称号の下、小アジア南東部からシリア北部、東はユーフラテスが大きく、西へ曲がるあたりまでを治める小さな帝国シリアイコールヒッタイとを築いた。この帝国は紀元前1175年頃から紀元前990年頃まで続き、その後は領土を失い、カルケミシュ周囲の地域を治める単なる一都市国家となった。 ヒッタイト時代のカルケミシュの守護神は古里人から伝わったと見られる女神クババ、クババであった。クババは長いローブを着て手にザクロと鏡を持った威厳のある婦人の姿で描かれ、クババは後にギリシャに取り入れられ大地母シンキュベレーとなった。紀元前九世紀ヒッタイト人の小国となっていたカルケミシュは アッシリアのアッシュールナチルパル二世とシャルマネセル三世に貢ぎ物をしている。同時期にカルケミシュの周囲にあったシリアイコール、ヒッタイト諸国には、ユーフラテスの少し下流にあるビトアディニ、ビットアジニ、首都ティルバルシップティルバーシップ、ユーフラテス側からアレッポ周囲までに広がるビトアグシ、ビットアグシ、首都アルパド、後にアレッポ、北のグルグム、ガーゲム、首都マルカシマーカシー、 東のハブール川沿岸にあるビトバヒアに、ビットバヒアに、首都グザナテルハラフ、グザナなどがある。紀元前717年、ピシリス王、ピサイリスの時代、カルケミシュは、アッシリアのサルゴン2世により征服された。紀元前605年夏、資料によっては、紀元前607年、バビロニアのネブカドネザル2世とエジプトのネコ2世は、この地で決戦を行った。 カルケミシュの戦い、旧約聖書エレミア書四十六、に、猫二世の遠征の目的は、バビロニア帝国のアッシリア方面への西方拡大を食い止め、ユーフラテスを渡る交易路を断ち切ることにあった。しかし、エジプト軍は、不慮の攻撃を受けて、大敗を喫し、勢力圏であったシリアからも押し出された。カルケミシュは、聖書エレミア書十六、に、 歴代史家35,20、いざや書中、9に何度も言及されるためキリスト教徒の間でもよく知られ、アッシリアや古代エジプトの文書にもたびたび登場する、コトラその場所をめぐって様々な推測や調査がなされた。しかし、古くからカルケミショユーフラテス川とハブール川の合流点のキルケシウム、セルキジームに同定する、誤った議論があったほか、 シリアの古代イギリシャ都市、ヒエラポリス、ヒエラポリス・バンビューケ・ハーポラス・バンバイス、現在のマンビジに同定する見方もあった。1876年、イギリスのアッシリア学者、ジョージ・スミスが、ジャラブロスにあった、現在の遺跡をカルケミシュだと確認した。遺跡発掘は当初大英博物館が行った。主に1911年から1914年にかけて、デイビッド・ジョージ・ホガース。 デビット・ジョージ・ホガース、レジナルド・キャンベル・トンプソン、レジナルド・ケンブル・トンプソン、レオナード・ウーリー、レオナール・ウリー、あとに、ウルの発掘に携わり応募を発見した、トーマス・エドワード・ロレンス、T.E. ローレンス、アラビアのロレンスらが調査を行い、地下にあったシリアキや、シリアイコール、筆ったい時の移行、例えば防御のための設備、寺院、宮殿、そして、小形文字、 ルイゴの悲鳴が刻まれた玄武岩の像やレリーフ多数が発見されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。